はい、こんばんは、ポップです。FX チャンネル、4月6日月曜日、続いて新興国通貨3ペア3通貨の解説を始めていきます。順番はいつも通りトルコリラ園から始めまして、メキシコペソ園、南アフリカランド園の順番で解説をしていきます。えー、それではね、えー、まずサクッと全体の相場感、えー、主にね、東京マーケットを中心に見ていきましょう。こちらのサイトをご覧ください。 はい、えー、いつものね、えー、世界の株価のサイトでございます。えー、今日のね、えー、東京マーケットは大きく上がりました。えー、東京マーケット日経平均は、えー、前日比プラス756円。 終わり値で1万8576円ということで4.24%の上昇ということでねえ週初めはえなかなかいいスタートが切れたかなというところでございますえ今回の理由に関しましてはえアメリカのねニューヨーク州で前日に比べましてえコロナウイルスの感染拡大がねえ縮小したいわゆる感染者数や死亡者数がねえ前日に比べて減ったというねニュースを受けましてまあダウのねえー先物や CFD の方が大きく上がりましてそれ に牽引されて日経平均の方がリスクオンになったというような状況でございます。 ということでね、為替の方も円安方向に進んでるんですが、もう一つのね、焦点となりました、原油でございますが、こちらはね、大きくギャップダウンからスタートするというところでございます。金曜日の終値はね、大体28、9ドルぐらい、1バレル28ドル後半というところでね、終わったような形でございますが、大きくね、窓を開けて下方向からスタートしたというところでございます。ただね、一旦窓を埋めるような形でね、1バレル28ドルを回復する場面もあったんですが、 少しばかりね今、売りに押されているというところで、原油の方はね、えー、振り返ってみれば、約先週の2日間ぐらいでね4割ぐらい上がっているというところから考えますと、まあ、少しはね調整する必要があるかなというところで、一旦は調整で下げているというところでございます。それではね、えー、本命の新興国通貨、順番に見ていきましょう。 こちらはトルコーリーラ円の15分足ですね。右側のチャートになります。まず今日のスタート地点ですと7時でございますので、大体この辺からスタートしたということで、ほぼほぼね、金曜日の終わ値から変わらなかったというところでございます。まあ、結論ね、今元の1ぐらいまでは戻ってきているということで、株式相場の上昇に押されましてね、ある程度16円25銭ぐらいまでヨーロッパ時間のね、初めのところは上げる場面もあったんですが、結局ね、進行 新興国通貨はどうしても資金が今入りにくいという状況になっております。米、まあ、ドルやね、5ドル、えー、ポンドといったね、先進国通貨は対円に比べましてね、えー、大きく上昇して、えー、円安方向に進んでいるというところでございますが、やはり新興国通貨はね、どうしても資金の流入が後回しになってしまうかなというところが、えー、このね、行ってこいを見てもわかるところでございます、えー。特にね、16円から16円25銭という約ね、25ピプスあたりの、えー、ところね、 うしていいるということこで、まあ、最悪の事態のね先週の16円割れというところは今のところ回避しているところではございますが、まあ、引き続きね反発が弱いというところから16円割れというのはね警戒しておかないといけない水準であることは変わりないというところでございます。 そして、60分足ね、ご覧いただきますと、まだまだね、予断を許さない状況でございます。先週の水曜日あたりにね、16円を割り込んでしまいましたが、まあ、そこからね、一旦16円25銭で、まで上昇するというところがございました。ただ、それはね、直近の高値でレジスタンスを食らっているというところが、16円25銭よりか少し上方向でございますので、まあ、こちらでね、レジスタンスを食らった後にですね、今日も上げた局面では、16円25 ででで蓋をされてしままったとととといいいううことで、ね、ここねちらのレジススタンンラインは結構強力かなというところでございますそして16円とね16円25銭を挟んだレンジ相場が続いておりますが、もっかね移動平均線が少し下げ気味、そして陰線も続いているということでね、ね再度16円のアタックが来た時にどのような反応するのか、もう一度サポートが入るのか、前回のようにね割り込んでしまって、もしくはね進んでしまうのか、深掘りしてしまうのか、こういったところがね注目されると こでございます基本的にはね16円とこの16円25銭のタイミングではね特に動く必要はないかなと思いますが、まあ、短期的にね16円25銭をビッと上回るところがあればですね少し強気相場になろうかともありますがただその上にはね16円50銭もありますのでやはりねこういった強力なレジスタンスラインというのが散々ねこれから出てくると思いますしあとねやっぱりトルコリラ今非常に含み損を抱えている人が多いというところがありますのでやはり少し上がったところ になりますと売り圧力が強くなるというところもありますのであまりロングは期待できないかなというところでございますえ週末のね、えー、解説でもお話ししましたが一気にした方向にね値、えー、が飛ぶような形でした、えー、方向に落ちていた時にはロングが拾えるかなと思いますがまじりじりとねこのように下げている状況であればまだまだロングは難しいかなというところでございます4時間足見てみましょう はい、4時間足の方もね、今日の上昇はね、結局移動平均線付近で上髭をつけただけというところでございまして、結局はね、下がってくる移動平均線に頭を押さえつけられて、再度ね、陽線から陰線に切り替わってしまいましたので、まあ、ネガティブな材料ばかりかなというところでございます。まあ、ボリンジャーバンドがね、狭まってきましたので、大きな動きが近づいているということで、もしかしたらね、下方向に安値を抜けた場合はね、一気に走る可能性もありますので、まあ、そろそろね、そういった一気に 一気に走る場面があったら少しずつロングを拾っていくというところから行きますと、えー、ロングの準備をしておいた方がよろしいかもしれませんが現段階で、えー、ロングを組むというところはね安値、えー、を更新した時に一気に値が飛んでしまうかもしれないところを考えますと、えー、ロングはまだ組めなくてですねあくまでも準備をしておくだけというところを心得ていただければと思いますので参考にしてくださいはい、えー、以上でトルコリラ円を終わります、えー、続いてメキシコペソ円見ていきましょう はいえー、メキシコペソ園はね、き、え、ょ、ー、の、えー、オープンからね、一旦は下方向に行くんですが、今は戻ってきているという状況でございます。それでは時間軸で見ていきましょう。今日の7時の段階ですと、えー、こちらですね。 一旦4.3円ぐらいまで下がってですね、その後反発して窓を埋めることがあったんですが、日経平均の上昇とは裏腹にですね、一気に安値を更新してしまったというところが今日のメキシコペソの安値でございます。だいたいね、東京マーケットの5番の14時ぐらいというところでございますね。ちょうどこの頃はね株式絶好調だったんですが、新興国通貨のメキシコの方は非常に売られていたというところでございます。ただね、まあ ヨーロッパ時間に入ってやっと今までのね移動平均線右下下がりの移動平均線でレジスタンスを食らっていたんですが大幅に抜けることができましてまあね、えー、今日の一番の高値が4.4円近くまで上がってきたというところでございます今もね一旦調整したんですが、えー、V 字回復しつつあります、えー、移動平均線でサポートを受けてですね再度、えー、本日の高値方向まで上がってきているというところでございますが、えー、60分足をご覧いただきますと今まで4.4円 4.4円で散々ね、サポートを組ん、えー、受けていたというところが割り込んでしまいましたので、この逆に4.4円のレジスタンスというのも、えー、結構ね、えー、きついかなというところでございます。えー、ということでね、えー、こちら三角、えーペナンえー、フラッグですね、三角フラッグの下抜けをね、えー、経験しておりますが、やはりこのね、えー、フラッグの下のサポートが入っていたところを明確に上回るというのは少し力がいるかなというところでございますので、まあやっぱりね、4.4円でやっぱりね、 4円ぐらいでは、レジスタンスの圧力が非常に強いということで、ここを抜けるかどうかというのはね、今日の終値に注目したいというところでございます。一旦ね、安値で組めた人に、ロングを組めた人に関しましては、安値付近でね、ストップロスをかけておきながら、次のね、下落に備えていただきながら、まあ、もしね、上方向に行ったら、利益確定の準備という形でございます。まあ、これぐらいのね、じりじリと下げたような状況であれば、まだセリングクライマックスのサインではないという形になりますので、こういったところはね、 もう一度、安値をね接近してくるという機会は、えーえー、いつになるかは分かりませんが出てくるかと思いますので、えー、しっかりとね、えー、このあたりは安値をね、えー、取ったからといって油断せずにですねしっかりとストップロスを入れておくというところは忘れずにしていただければと思います。し見ていきましょう はい、4時間足ね、ねこちら見ていただきますと、やはり長い上値を押さえつけられているところが響いているというところと、4.4円のサポートをね破ってしまったところから上がることができるかというのはね、ね60分足、1時間足と同じようなことでございます。まだまだ移動平均線は右下下がりということで、移動平均線を上回るような上昇はしていないというところからね、ね弱気相場ですので、4.4円を回復して、少しね時間が経てば、また別の話ですが、 4.4円もう一度チャレンジしてね上抜けできなかった場合は再度深掘りをするというところをね心得ておいた方がよろしいかと思います。まだまだね慌ててロングをするようなタイミングではないですのでセリングクライマックスのサインも出ていないということであればもう少しね様子見をしながら頭と尻尾はくれてやれというところでねもしね反発するところがあればですねこれぐらいの頭か尻尾かはわかりませんがところはねくれてやってですね大きな身の部分を取れるようにね 準備をしておく方が大事かなと思いますので、まあ、その辺りは、ね、焦ってロングを取る必要はないというところでございますしっかりとトレンド転換のサインが出てからでよろしいかと思いますので参考にしてください、はい、以上で南、えー、ごめんなさいメキシコペソを終わりまして最後に南アフリカランド円を見ていきましょう はい、ランドの方はメキシコペソ以上に大きく上昇しているというところでございます。今日の朝方を、ね、見ていただきますと、7時に、ね、オープンしまして、一気に、ね、5.7円ぐらいから5.6円という形で、今日の朝市ですね、一気に下に攻める場面がございました。その後も、ね、移動平均線に抑えつけられる場面もあったんですが、この5.6円で、ね、結局は王族をつけたという形になりまして、一旦移動平均線で今まで抑えつけられ れていたんですが今日の東京マーケット5番に入ってからですね上抜けしますと、押、ま、し、あ、もね一応5.7円をあっさりと今までの、ね、レジスタンスを上抜けて、今度は逆にサポートとしてね機能させまして、5.8円ぐらいまで上がって、今はねこちら、移動平均線のサポートを受けて、本日の高値更新というところでございます。 結構ね、一旦下に攻めて、また上に上がるというね、意地悪な相場でございますが、今までね、南アフリカランドはこの新興国三兄弟の中で、直近ではめちゃめちゃ一番下げているというところからいきますと、まあ、これぐらいの反発はあってもおかしくはないかなというところでございます。そしてね、少し流れが変わってきたかなと思うのが60分足でございます。今までは移動平均線の、右下下がりの移動平均線にね、ことごとくレジスタンスを食らってきたというところでございますが、今回のね、強烈な 上げによって一旦移動平均線を超えましてボリンジャーバンドの上限であります5.8円を今足しているというところでございますさすがにねこのままズンズン上がっていくというところよりも今までのねサポートラインでありましたのでボリンジャーバンドの上限および今までのサポートラインがレジスタンスラインになるということをね考えますと一旦はね反落入るかなというところでございます勝負どころはねこの移動平均線で反発が入るかどうかというところになりますね今5.7 7円ぐらいでね60分足の移動平均線がありますが、まあ、この付近でねサポートを受けることができれば上方向にね再度行く可能性は強いというところでございますが移動平均線を割り込んでしまいますと、まあ、ダブルボトムを目指しにね再度5.6円付近まで下げるというところが予想される形になりますので、まあ、今の段階でねロングショートを組むというところよりもまずショートに関してはこちらがねボリンジャーバンドおよび5.8円でレジスタンスを食らって60分 ーン足ベースでいい線になったらショートでもよろしいかと思いますあと、えー、その後ね、えー、移動平均線付近でねサポートが入るのかそのまま下げてしまうのかそういった2点のところ5.8円と5.7円でに、ね、スポットを開けて、えー、注目していただければという形でございます4時間足見てみましょう はい、5.8円ぐらいで一旦はねレジスタンスが入るというのはこの4時間足の移動平均線を見ても、えーまあ、説明がつくかなというところでございますやっぱりね冷やしベースの移動平均線というのは、まあ、非常に、えーまあ、強力というところもあります移動平均線の方は、えー、一応ね24を使っておりますのでこれであれば4時間足の24本分の平均の値をつなげたものという形になりますこちらの方はね4時間足の移動平均線というのは、まあ、レジスタンスになりやすいとサポートしてます サポートにもなりやすいんですが、そういった、えー、まあ、サポートレジスタンスになりやすいというところを考えますと、心理的節目、そして4時間足の移動平均線そして60分足にもう一度戻りますが、ボリンジャーバンドの上限というところを考えますと、まずはねレジスタンスを食らう可能性が強いかなというところでございます。勝負どころはね、やっぱり4時間足で見てもなかなか分かりませんので、60分足に戻りますが、先ほどのそのレジスタンスが入った後にですね、5.7円でサポートが入るのか、 かかかそのののままま下げて5.6にに近づくのかここが勝負になろうかと思いますのでロングを組む人はね今の段階でロングを組むよりも一旦5.7円まで押したところでですね陰線から陽線に切り替わることがあればですねロングを組んでいただくという形でよろしいかと思いますしっかりとね移動平均線よりか上側で陰線から陽線というねトレンド転換が出た時にロングが組めるかなというところなので、まあ、こういったところを見ながらね参考にロングのタイミングを測っていただければと思います。移動平均線を 割り込んだ場合は今度はね5.6円の最安値をサポートを取れるかどうかという形になりますので、まあ、その辺りはねロングはまだまだ様子見の方がよろしいかと思いますので参考にしてください。 はい、えー、以上で、えー、新広告通貨3、えー、兄弟の解説を以上といたします。えー、今回の動画がね、えー、少しでも参考になったという方は、いいねボタンを押していただいたりですね、えー、あと、えー、YouTube のチャンネル登録、Twitter の、えー、フォローをね、していただきますと、モチベーションが上がりますので、よろしくお願いいたします。えー、おかげさまでね、Twitter、えー、の方も、えー、フォロワーの方が、えー、1000人を増えたということで、えー、もっともっとね、えー、有意義な、えー、情報をつぶやいていきたいと思いますので、よろしければ、えー、フォローの方も引き続きよろしくお願いいたします。今回は以上です。バイバイ。